遅くなっちゃった。そうなの？よかった。うん、平気。ありがとう。そうね、もうすぐ会場の時間になるし、行きましょう。ありがとう。はあ、髪が乱れちゃった。せっかく時間ギリギリまで整えてたのに。今日演奏するオーケストラは、海外でも広く活動する有名な楽団なんですって。やっぱり人気なのね。そんな、私だって。私もずっと前から今日を楽しみにしていたの。コンサートもそうだけど、あなたと、その、こんな風に二人で。なんでもないの。そうね、心を揺さぶられる素晴らしい演奏だったわ。バイオリン、フルート、コントラバス、ピアノ、ホルン、さまざまな楽器の音が完璧に調和して一つの世界を作り上げていたわ。アクアと？本当だ。私たちもたくさんの世界を作ってきたのね。さすがにオーケストラと比べるのは言い過ぎよ。でも性格も考えもバラバラの私たちが心を一つにして作った曲が誰かの胸を震わせているなら、それはきっとこの上なく素敵なことね。